Motors。 はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、久しぶりに大阪府にありますレガンスさんの方にお邪魔しております。実はですね、あのレガンスさんって僕ね、何台かね今まで紹介してきたんですけども、最近ね、実はねめちゃめちゃね注目されてる L レンタカーっていうのがあるんですよ。で、結構ね台数も増えてきて、ちょっとねラインナップも結構あるんで、今日はねその辺をねちょっとねじっくりとね説明していきたいと思います。Motors。 はい、そしたらですね、いつもご登場いただいております、はい、レガンスの寺西さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寺西さん、あの、はい、ちょっとレガンスさんの、うんうん、ことってちょっと、まあ、初めて見る人もいたりするんで、はい、ちょっとどういった会社で、うん、で今回、はい、まあ、レンタカー事業、なんでそういうのやろうと思ったのかみたいなのとか、うん、ちょっとあればお話しいただければ、わかりました。お願いします。それはあれ、うちの歴史？歴史、いや、それちょっと長いんで。弊社はまあ、ハイエースを専門に、はい、まあ、カスタムパーツ、まあ、はい、レガンスというブランドをやってるんですけど、はい、まあ、今年25年目になる会社です。25年目、僕25年目なんですよ、はい、今回はまあそのナンハーを生かしたレンタカー事業もやりたいなということで、はい、なるほど、はい、もうレガンスさんといえばね、もう知ってる方はね、あのもう外装も内装も、うん、もうすごい豪華に作ってくださるところなんですけども、今回はそのノウハウをレンタカーに入れて、はいはい、まあ、どこにも多分ねないと思います、はい、でなんでハイエースでそれをやるのかっていうところもね、ちょっと踏まえながら後でいろいろお話聞きながら、はい、今回ラインナップ結構6パターンあるんですか？あります、あります、はいはい、ありますんでね、ちょっとベースは違いところから、あとまあ内装の違いとか、ね、その辺も説明していただきたいと思いますんで、今日一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Motors。 はい、そしたら店員さん、はい、今まあ1台目と言いますか、うん、まあファインテックツアラーベースのレンタカーっていうところで、まあ詳しくない方で言いますと、あの椅子がもともとこういう何ですか、10人乗りの、はい、こういうキャプテンシートっていうんですかね、がついたのがファインテックツアラー、そうそうそう、はい、はい、っていうところで、はい、そもそもこの設定自体が結構ハイエースでは特殊やと思うんですけど、これは特殊ですよ、はい、はい、でそれをまあベースにされてるってところですね。そうです、そうです、はい、でこれね、僕もねあんまり知らなかったんですけど、なんかそもそも皆さん今画角的にどうですかね、あの僕あの足伸ばしても届かないですよ前に。これぐらいあのゆったりできます。もちろんね、これあのちゃんとレバー引けばこうやって前にも行きますし、僕これ知らなかったんですけど、皆さんあの見ててくださいね、今キュッてやって横に動くんですよ横に。これ何のために横動くんですかね。これやっぱりね、後ろにこうやって行く時とかにやっぱり行きやすいように。なるほど、確かにここスペースあったら、はい、こう後ろに行けるってことですね。そうです、そうです、はい、なるほど、確かに。で、あとね、皆さんこれドリンクホルダーのカバーも、これも純正なんですよね。これも純正です、はい、これも純正なんですよね。純正です、はい、ですので、まあ、純正のいいところはもちろんちゃんと残しつつで、変わってる部分がこのシートカバー、シートカバー、はい、シートカバー、これどうですか、はい、皆さん、あのこのシートカバーがないと、うん、あのグレーの、そうそうそう、もう普通のなんていうんですかね、やっぱあの椅子は立派でも高級感がないんですよ。なるほど、全然ない、はい、純正の椅子なんですね、。このアームレストはあるんですか？あ、これはもう元からついてますね。元からついてるのにカバーをついてるやつ。すごい。まあ上げたらね、もちろん結構ゆったりと見えたり、あとこれ皆さんオットマンもあるんですよ。これね。よいしょ。でこれでリクライニングさしたらえらいことになっちゃうかな。どうですか皆さん、気分はもう社長というかファーストクラスですよねこれでもうどっちかって言ったらアルファードベルファイヤーのあの高級感というか、あの豪華さが、はい、あのハイエースでここまで演出できるっていうのが僕的にはすごい驚きなんですけど、こういうことするんやったら、うん、アルファードベルファイアで良くないっすかってあの分かんないでしょ、うん、はい、勝手に思っちゃったりもしてるんですけど、なんかハイエースだからいいところあったりするんですか？まあやっぱり もちろん言うたらこの空間ですよね、この高さ。確かにこれはね、やっぱり同じような椅子つけててもやっぱりあの、はい、アルベルやったらやっぱりこのね、はい、空間が、まあ、はい、みっちりこう、まあ、そう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 、みっちり座ってもらう感じ、ね、はいはいはい、ああでも確かに皆さんこれあの僕立ちますと
これぐらいです。変な話、もう立ててるっす、ほぼ。はい。165なんで、お前やからよって言われるの分かってるんですけど、まだお子さんとか、はい、まあ、ちょっと小柄な女性の方でしたら、もう十分立てる。立てます、立てます。はい。確かにこの空間あるだけでは圧迫感ないんで。ナイスです、はい。めちゃめちゃいいっすね。ええ。はい。あとはやっぱり、こんだけ広く撮れるのも、はい、やっぱハイエースだからできる。そうですね。まあハイエースのやっぱスーパーロングをベースに使ってるっていうのがやっぱ特徴やと思う。大きいですよね。はい。あとは皆さんちょっとね、一つだけね、僕言いたいことあるんですけどね、ハイエースって、普通はエアコンの吹き出し口って、ちょっとカメラさんに奥入って見てもらっていいですか。ここあるでしょ。あとね、ここにもあるんですよ。だからちゃんと2列目3列目4列目の方までちゃんとエアコンの吹き出し口があるので、普通のハイエースないですよ。この辺はね結構ちゃんとできてる車なんで、その辺はご安心ください。はい。あとスピーカーもこの辺は純正のでいいですかね。純正です。はい、はい、のもありますんで、まあ皆さんその辺はねご心配なく、はい、ある程度ミニバンと同じように使っていただけるかな。あとは、ま、ちょっとしたこだわりだと思うんですけど、まあ、もともとレガンスダンスはハイエースやられてたんで、はい、この辺のスポット、そうですね、ライト、ダウンライト。ダウンライト、はい。LED ライト。はい。あと、皆さん見てください。これ、レンタカーであんな見たことあります?間接照明。間接照明、これ。これ、皆さんわかる、まあ、明るいからちょっと見にくいかもしれないですけどね、ここ、間接照明があったり。はい、もうこの辺があるだけですごい演出が。いや、もう全然違います。豪華さが変わりますよね。はい。はい、あと、店員さん、なんか、この辺の、なんていうんですかね、こういうの。カウンターテーブルですね。カウンターテーブルとかっていうのもあるんで、まあ、スマホ入れたり、ドリンクホルダーがあったりとかっていうのもあるんで、はい、まあ、この辺のちょっとしたことが演出が。そうですね。まあ、やっぱり、細かい、その、なんていうんですかね、それもカーテンも。カーテンも、ね。このカーテンとかもやっぱりレガンスの製品なんですけど、はい、多分いろんなものをこうやってつけていくと、はい、だんだん豪華になる。そうですよね。はい、もうこれはね、まあ、もともとレガンさんその辺ノウハウがあるんで、もうその辺を詰め込まれていると。このカーテン一つもすごいこだわりですよね。はい。僕これね、まあ、うちのチャンネルを見てくださってる方やったらご存知だと思うんですけど、ちゃんとプリーツしてね、こう、伸縮性もあって、しかも皆さんこれちゃんとね、下にもちゃんとレールがね、あるんですよ、これ。これ大事なんですよね。はい。もう大事です。これがなかったら、こう、カーテンがプランプランプラン。そう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 。そういうのあかんっすよね。そうそうそう。そういうのダメ。そうです。しかもね、これちゃんと閉じても、はい、ちゃんとプリーズが残るようにしてある。あ、そうです、そうです。こっち半分あるんで、はい、結構余裕。そう、変なこだわり。もう、ちゃんとここら辺も、残ってるんで、生地いっぱい使ってるんで、はい、ちょっとコストかかって、はい、はい、それでもやっぱりかっこいい方がいいです。そうですね、妥協しちゃうからそういうのね、はい、きちっとこういう細かいところまでね、すべて計算されてますんで、はい、あともう一つちょっとね、僕ね、ちょっと驚いたんですけど、これまあ先ほどから言ってますように椅子が稼働するので、これで前やるじゃないですか。で、リクライニングちょっと前出してもらって、見てください、ここ皆さん、こう入り口がすごい広いんで、3列目の方も全然入りやすいですし、まあ、こういう使い方、3列目でゆったりするっていうのも全然できるかなと思います。もちろんこうやってね、リクライニングじゃない、ごめんなさい、前後のスライドもしますし、もう後ろの席の人、3列目の人も、もう全然ゆったり、ここのオットマンももちろんあって、で、リクライニングもありますんで、まあ、3列目の方も、もう全然ゆったりできるかなと。まあ使い方はね、多分それぞれ皆さんいろいろできると思いますんで、半分の方に荷物を乗せたりすることもできますし、はい。この辺は結構ね、自由自在が効いてるんで、結構使いやすい車になってるかなと思います。はい。で、これがまあ、いわゆる、ファインティックツアラーの特徴で、はい、まあ10人乗りですけども、はい、後ろが4名。はい。あそこ跳ね上げると、荷物が乗るような感じなんですね。そうです、はい。はい。ですので、まあ乗る人数によって、うん、まあちょっとあと荷物の量とかによって、まあちょっと、あともう一つのベース車のグランドキャビンの方と、まあちょっと選ぶのがまあ大きな、ちょっと差別化かなと思いますので、はい、はい。はい。で、あと、寺井さん、今回こちらの車は、うん、まあドライバーさんとかもね、いらっしゃるんで、はい。なんかその辺のこだわりとかもあったりするんですか。はい。もうそれもどんどんもう後から、じゃあこちらの方また見ていただければ、はい。わかりました。一列目もね、なんかねこだわりがありますんで、ね、そちらを次ね見していきたいと思います。モーター。
はい、そしたら店員さん、はい、1列目っていうか、まあ、運転席の方も楽しんでもらえればっていうところだったんですけど、なんかこの辺で変わってるパーツは、まあ、もちろんシートカバーは、後列と同じように、はい、レガンスさんの白のタイプで、ハンドル周りですと、まあ、ステアリングはもう交換しますね。はい、まあ、ここ、はい。で、シフトノブ。シフトノブ。はい。はい、ナビバイザー。ああ、確かに。はい。はい。で、あとこういうパネルですね。ああ、パネル。ここちゃんと、あの、ドアのところにもちゃんと。そうです。はい。広がってて。はい。はい、あとは、まあ。カップホルダーですね。カップホルダー。はい。で、まあ、あとはもうスマホホルダーとか。あ、こちらですね。はい。やっぱこれもね、あるとないとえらい違いなんで。ああ、はい、なるほど。あとはなんか、その、1列目と2列目の間のところに、はい。はい、あの、ちょうど充電する。ものがあるんですけど、はい、これももう最初からこれもレガン製品でもう最初からついてます。あ、線も線もつけたままお貸ししてます。なるほど。でこちらのこのスマホ充電する、はい、あの USB の差し口が、後列にもあると、はい、ありますあります。あと2箇所あるありますので、まあ、後列の方もあの充電でしながら大丈夫ですよ、はい、ってところなんですね、はい、いや結構細かいところまでやってます。やってますね。はい。はい。なんか結構レンタカー借りたい方に、かゆいところに手が届くような感じですね。あと、寺西さん、ちょっと他にも何かあったりするんですかね。はい、じゃあ、森さん、ホーンをちょっと鳴らしてみてください。え、ホーン？はい。え、いいですか？はい。はい。どうですか？いや、なんか、ノーマルとは全然違うっすね。はい。せっかく、こんなに、豪華にしてるのに、はい。はい、もうこれハイエースのノーマルってプープーって変な音なんで、はいはい、ここもちゃんと変えてます、はい、すごいですね皆さん。でもあれですからね、いい音やから言ってあちこちピー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 鳴らさんといてくださいよ、はいはい、まあ、こういうところもこだわって、はいはい、やってくださってるっていうところです、はい、確かにありがとうございます。そうしましたら、まあ、これがまあ大きくベース的には、カスタムのポイントとしてはこれが一つのベースとなりますんで、はい、あとはもうちょっともう一台ベース車違いの車両の方もちょっと合わせて紹介していただければなと思いますので、はいはい、お願いします。はい、よろしくお願いします。モーターズ。はい、そしたら店員さん、はい、まあ、2台目といいますかベース車がちょっと違う形で、うん、こちらはグランドキャビン、グランドキャビンベースです、はい、グランドキャビンベース、はい、なんか大きく違うところっていうのは、大きく違うっていうのは、まあ、基本的にうちのこのレンタカーのね、はい、サービスっていうのは、はい、まあ、ファインティックツアラーを、はい、お貸しするっていうサービスなんですけど、先ほどのこう椅子が動いてたやつですね。そうです、そうです、はい、でこの車だけは、普通の、まあ、ノーマルの、はい、グランドキャビンを、はい、まあ、シートカバー変えたりつけて豪華にしてる、なるほど、はい、分なんですよ。皆さんね、多分僕最初座ってた時と足伸ばしたじゃないですか。あれがもう、まあ言ったら普通の座席の位置みたいな感じで、はい。でも僕のイメージのグランドキャビンって、うん、なんかこの辺パイプのなんか椅子で、もうほんとただ人の座るだけみたいな感じやったと思うんですけど、この辺のなんか板みたいなとかは。もうそれはもうやっぱりもうレガンスのパーツで。あ、この辺も全部。はい、もうそういうので、もうその、なんていう、商用車っぽいところをちゃんと感じてるっていうのがもうレガンスの良さです。なるほどですね。これがあるだけでも全然雰囲気が違います、違います、はい、違いますよね、パッと多分見た目が全然違うと思いますんで、で今回こっちの椅子はグランドキャビンってリクライニング、これ通常はちょっとしかしないです。あ、ちょっとしかしない、しない。え、この角度は今、あ、本来ならばしないですね。あ、そうなんですね、はい、でもここまでするのはまた特殊に、はい、もう全部加工してますので、これ10脚とも全部リクライニングするようにしてあります、はい、全部してあります、はい、全部だから皆さんこうなりますんで、はい、これでもあるだけで全然便利ですよね、はい、ですんで、で椅子も、前後はしないんですね。前後はしないですね、はい、ね、さっきのはちょっとキャプテンシートみたいに特殊になってるんですけど、前後しない、はい、そうすると僕的には、向こうの車の方がいいんですけど。まあ確かに。単純に。はいはい。はい。このラインナップは？あ、これはですね、やっぱり荷物をちょっとたくさん乗せたいと。ああ、なるほど、はい。さっきのですと、まあ言うたら4列目のシートを跳ね上げて、はい、ようやく荷物スペースができた感じ、ね。そうです、そうです、ね。ということは、はい、6人乗りになるじゃないですか。あ、そうですね。で、こちらの場合やったら10人みんな乗って、はい、さらにスーツケースとか荷物も詰めるっていう。おー、はい、ちょっとカメラさん奥ちょっと見てもらったらわかるんですけど、もうさっきと全然違うんですよ。まあ
この椅子が前後しないのもそうですし、この辺も前後しないんで、まあでも3列目でこの辺ぐらいですね。はい。で、奥にもう何やろな、ここわかりますかね。あの全然荷物のスペースが、もうまあ言うたらあと1列目あってもいいぐらいのスペースがここにあるので、ここにスーツケースとかをどん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 乗せていただいて、まあ10人前に乗れるというところですね。ありがとうございます。あとまあ先ほども言いましたけどね、あのもちろんこちらのベースもあの人乗せるように作られてますんで、ちゃんとエアコンの吹き出し口はそれぞれのところにもあります。はい。で、あと先ほどもあのファインテックツアーラーの方でもありましたように、USB の携帯のコンセントもこちらちゃんとね、あのカメラさん奥見てもらってね、はい、ありますんで、はい。でこっちが左右でありますんで、まあ装備的にはほとんどあのファインテックツアーラーの装備とはほとんど同じ、一緒です。まあちょっとあのレイアウトがちょっと違うだけで、そうですそうです。はい。はい、まあ、ちょっと細かいとこなんですけどね、あのカメラさんごめんなさいね、何度もあのちゃんとね、あの元々ね、ちゃんとあの人ちゃんとドリンクホルダー各一人、はい、ありますし、あのちょっと小物入れるネットもちゃんとありますので、まあ純正のこういったちゃんと活かせるところは活かしてありますんで、はい、まあ2列目3列目4列目で乗ってる方はまあ不自由はほとんどないかなと。はい。で、あとスポットライトとか LED ライト、まあこの辺も先ほどの装備と同じぐらいがついてると、はい、もちろん1列目も、ええ、あの運転してる方も楽しめるように、対し楽しめるように、もちろんでございます。あの先ほどと同じように1列目もちゃんとあのカスタマイズされてますんで、はい、はい、すごいですね。まあこの辺でちょっと荷物の量とかで、まあ車両をどっちにするかっていうのは比べる対象であって、まあいいんじゃないかなと思います。はい、はい。あとなんか寺西さん、なんか言いたいことなんかあれば。そうですね、まあ、実はこのグランドキャビン、はい、まあ、これ名前はあのファーストキャビンという名前で、はい、お貸ししてるんですけど、はい、実はこれ1台しかないんです。あ、このパターンは、このパターンは、はい、ほう、はい、で、あとはあとの5台、はい、あとの5台っていうのは全部ファインテックツアーライターってる。なるほど。さっきのうちがキャプテンシートになってる、はい、そうですそうです、ね、はい、5台あるっていうのは どういうあれなんですか。あの違う、うん、レイアウトと言いますか、また、まあ微妙に変えてるって。なるほど。微妙に変えてる。微妙に変えてる。わかりました。そしたらそのファインテックツアラーの方のパターンで、はい、ちょっと微妙に変わってるシーンをね、ちょっと違う点だけね、ちょっとポンポンポンとあの見していきたいと思います。あとはね、ホームページにもちゃんと載ってますんで、ね、そこは、ね、あのゆっくり見てください。はい、じゃあ他のシリーズもね見ていきたいと思います。モーター。はい、そしたら店員さん、はい、今日一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。あのまあ、あのレガンさんとは言ってるんですけど、一応 L レンタカーでね、はい、皆さんちょっと検索するとか、はい、L レンタカーで検索していただければ、はい、こちらの車両を見れますんで、はい。でまあ僕が思ったやっぱ大きな特徴は、やっぱある人が乗るっていうだけやったら、うん、人数だけで言ったらアルファードベルファイアと、まあ比較になるのかなと思ったんですけど、やっぱりこの空間、はい、とあとまあ荷物乗せれるよ、はい、っていうところではもう多分ハイエースしかできない、うん、ですよね。ですね、はい、はい、ですんで、まあどうしてもその辺のねニーズがある方は、うん、まあ、この L レンタカーっていうのも、うん、あのちょっと検索していただければ、はい、あのすごくいい車が見つかるんじゃないかな、うん、あとはやっぱ送迎とか、ね、こう結構ここまで仕上げてるんで、はい、どうですかね、うん、結構なんか、まあ、どういう方を送迎するのかにもよるかと思うんですけど、結構偉いさんとか乗せるときはもう結構満足度高いんじゃないか。あ、もうね、はい、借りていただいたお客様にはほんまに喜んでもらってます。そうですよね、はい、
でもリピート率も高いんちゃいます、ね、はい、なんかあの要人とか乗せるときは一度あのインドネシア大使館の方に借りていただいて、はいはい、であの大臣を乗せる大臣、はい、で借りていただいた時もあります。本当ですか、はいはい、おもうそこでもそれぐらい満足度はでも確かにありますよね、はいはい、ですので、まあ、あの結構ねあの今までのおそらくハイエースのレンタカーって言ったら、まあ、もう本当あの純正のなんかグレーのシートに、あのパイプの椅子みたいになっててっていう感じだと思うんですけど、はいはい、もう全然別物やと思いますので、はい、選択肢広がったんじゃないかなっていうところですね、はい、あとやっぱあと少しずつこだわりありましたもんね、ホーンが違ったりとか、はいはい、あと LED、はいはい、あれ LED って何のために変えるんですか。いよいよかっこいいからです。かっこいいから。まあもともとカスタムやられてたんで、はい、あのどっちかって外からのそう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 、ね、そうそうそう見た目ってことですよね。そうそうそう。はい、見た、はい、外から見てかっこいいよっていうところの、はい、まあちょっとしたことですけども、そういったこだわりがあったりとか、あとはあのガラコ。ガラコね。はい。まあ雨降らな分からないんですけど、あのちゃんとそういうのもやっといてくれることで、はい、運転してる時、まあストレスも。そうですなくなりますし、はい、やっぱ車大きいですしね、はい、やっぱりその雨降った時とかやっぱ視界が良くなるように、はい、なるほど、そこでもちゃんと気をつけてもガラス塗って、はい、まあ、あのガラスもちゃんと視界が良くなるようにやってます。いや本当そういうとこやってもらってるのはありがたいです。乗る側からしたら、ね、はい、すごく安全にやっぱ運転してもらわないとダメなんで、はいはい、あとはやっぱりあのどうですかね、うん、あのこれ今後、はい、まあ、おそらく台数が増えたりもするかなと思うんですけど、うん、やっぱ一番あの僕が気になるのは、はい、レンタカーの場所が、今ここ大阪府堺市ですよね、はい、これどうやって書いたら、これは、まあ、まあ予約時の時に、はい、まあ、あのお車をお預かりするっていうサービス無料で、はいはい、それもやってますし、あの最寄りの戸上北駅まで、はい、まあ、お客様をあの迎えに行くっていう、あ、まあ、送迎付きっていうのもやらさせてもらってます。なるほど、はい、車で来る人は預かりますし、ええ、あの車じゃない電車で来はるときは迎えに行きますよってことですね、はいはい、ええ、ありがとうございます。結構この車両やと結構どうですか、長期でね、うん、こうやっぱいろんな送迎の仕事とかでも使えたりもするんで、はい、まあ、個人も法人も両方行けたりするんじゃないかってことですね、はい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 、あとはもう価格、はいはい、料金とかどういう感じなんですか。もうですね、大体、まあ、1泊2日で、まあ、4万3千円ぐらい、なるほど、まあ、ちょっとだけ車種にちょっとだけ差別があるんですけど、はいはいはい、だけど今ですね、はい、ちょっと法人様に、はい、1ヶ月マンスリーでお貸しするってサービスもまたやってますんで。おー、なるほど、はい、もうごそっと1ヶ月ぐらい書いてるって、はい、あ、それはでもありがたいかもしれないですね、うん、はい、ですんで、まあ、そういった借り方もできますんで、はい、まあ、詳しくは、まあ、ホームページも見ていただければ、はい、ほとんど載ってんのかなってところですね。載ってます、はい、ありがとうございます。あと寺西さん、はい、乗り心地とかやっぱ商用車っていうイメージがあるんで、はい、その辺ってどうなんですかね。ですね、やっぱりこれハイエースっていう方、まあ、ハイエースは商用車なので、はいはい、乗り心地大丈夫なんてよく言われるんですけど、はい、今のところも借りていただいたお客様、はい、これ乗り心地悪いかあかんわって一回も言われたことないです。おお、大丈夫です、はい、なるほど、はいはい、まあまあ、確かにねトヨタさんもあの人乗るように作ってありましたんで、はいはい、まあまあね、そこは そんなにむちゃくちゃ悪いわけじゃないとは思うので、はい、はい、ありがとうございます、はい、あとは僕がすごい気になったのが、はい、寺西さんのトークが今日全然冴えない。はい、なあれバレてます。いやいや、わかりますよ、なんか僕だけずっと喋ってたんで、どうしちゃったんですか。すいません、昨日も飲みすぎました。またまた本当申し訳ございません。前なんかありましたね一回、はいはい、はい、っていうことですね。あの普段あのこういう方じゃないんです、こういう方じゃないって言ったらおかしいですけど、はい、もっとあのシャキシャキ喋らはる方なんで、はい、イベント会場でもしお会いしたら、はい、ぜひどんどん質問もしていただけたらいいんじゃないかなっていうところですんで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、そうしましたらですね、今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。あとですね、レガンスさんとかエルレンタカーの紹介に関しましては概要欄の方に貼っておきますので、そちらをご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。いや、僕も最後カミカミになってしまいましたよ。やっぱりここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。
あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。